はい、じゃあ、騎士のリカちゃんとかが恋してるやろってしつこく絡む。うん、めっちゃ言われる、それ。そうそう。ほんまに、なんでなん？無駄絡み。え、もう、あかりもやし、うん、リカちゃんに。だいたい、あかりリカちゃんを筆頭に全員から言われるねんけど、うん、なんか一回、なんか、撮影かなんかの時に、うん、アンケートトーク。アンケートトーク。そう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 。うん、なんモバイルのやつ。モバイルのやつで、リカちゃんが、冗談で恋してるやろって言ったら、うん、スタッフさんが本気で焦り出して。いや、それはちょっととか言って言い出して。うん、いつものノリやもん、ね。いつものノリやから大丈夫ですって言って。この前さ、リカちゃんと収録でさ、うん、なんか、うんうん、嘘発見器みたいなの出てきて。あ、言ってたな。そうそう、それ、ユッピにかけようぜとか。なんかの弾みでビヨンってなった時、勇気どういう顔したらいいかわからんからやめてさ。ゆっくりかけようぜとか言ってた。いややな。あと夢で、うんうん、このノリやりすぎて、私とかリカちゃんとかが、ゆっぴが出てきて、うん、なんか、夢でやで。あ、夢ね。そう、なんか、ゆっぴと話し合ってて、うん、ゆっぴ彼氏いるやろとか言ってんね、夢の中でいつもみたいなノリで。ほんまにいると思う。ちょっとカマかけようとか言って。うん、いや、あかりはいるでとか言って。うん、だから、ゆっぴも正直に言ってってた。実はいるねんって言った話が。あってさ、夢の中で。ゆっぴが暴露してたね。なるほど。あかりもその場でさりげなく暴露して持ってる話。そう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 。まあ、おらんねんけどな。はめられてるやん。はめててん、ゆっぴ。なんかしつこいですね、ほんと。